ームスタート。ようこそエターナルウィングスへ。それではゲームデータをサクッとロードします。どのデータをロードしますか？おっ、はい、ロード完了。それじゃあ今回もよろしくね。モードセレクト、シナリオモードだ。あ、おかえりなさい。どのシナリオデータをロードする？あ、はい、ロード完了。それじゃあ、いってらっしゃい。誇り高きミニオンレーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。ははははは。誰？俺ピコ、クールカリビアンズのレーサーね。クールカリビアンズ？知らない。クールカリビアンズは世界グランプリのチーム。知らないのかお前。ああ、世界グランプリのチームか。悪いけど知らないし興味もない。グランプリチームはビクトリーズぐらいしかわからない。そうか、でも俺もビクトリーズのメンバーと仲良し。仲良し？イエーイ、ビクトリーズのメンバーみんないいやつだから友達だぜ。いいやつ？友達？バカかお前。なんで敵チームなのに友達なんだ。敵なら普通倒すことしか考えないだろう。そんなことないさ。レース中は敵でもレース終われば友達だぜ。なるほどな。そんなことだから世界グランプリは所詮お遊びなのか。なんだって？今の言葉許せない。世界グランプリはお遊びなんかじゃない。そうか、敵同士仲良くレースだなんてお遊びとしか言いようがないだろう。そんなことない。お前何も分かってないよ。別にそんなこと分かりたくない。悔しかったらこの場で俺に証明してみせてくれ。ああ、グランプリがお遊びだったかどうか見せてやるさ。せっかくわざわざここまでボルゾイの罠にかかりに来てやったんだ。せめてレースぐらいは楽しませてほしいものだな。勝負だ。ジャミン、サンドバースト情報。
闇サンドバースト投稿。イエーイ、移動ジャミン。イエーイ、今日のジャミン最高のリズムね。まさか俺が一回戦負けだと。これで分かっただろ、グランプリはお遊びなんかじゃないぜ。どうしてあんなマシンなんかに。俺のジャミン確かにみんなのマシンより出来良くない。でもお前より早かった。どんなに辛くても明るく楽しく希望を捨てなければ勝利はきっと見えてくる。グランプリはそのことを俺たちに教えてくれた。だから俺もこうして早くなった。何が言いたい。グランプリの凄さは出た人間にしかわからない。レース結果だけが全部と思っているお前じゃ俺には勝てないよ。くそ。そんなに怒ってないで、もっと楽しくやろうぜ。久しぶりだぜ。お前はクールカリビアンズの。イエーイ、ビーコーね。相変わらず陽気なやつだね。その調子じゃ初戦は勝てたみたいだけど、少しは早くなったのかい。ああ、俺たちグランプリ終わってからすごく練習した。ジャミンも最高に早くなったぜ。そうかい。でも悪いね、私の BS ゼブラは多分お前のマシンよりもっと速くなっちまったよ。大丈夫、今日のジャミン最高のリズム、誰が来たって負けないぜ。へえ、大した自信だ。どうやらただのハッタリってわけでもないみたいだね。なら一丁確かめてみるか。オッケー、ジャミンの速さ見たらお前きっとびっくりするぜ。それはこっちのセリフだよ。私はこの BS ゼブラで完全なる勝利をつかむんだ。いくら速くなったからといってもグランプリで私たちより成績の低かったやつに負けるわけにはいかないよ。確かに俺たちグランプリでビリだったけど、今は違う。この勝負勝つのは俺さ。いいさ、どっちが早いかは勝負すればわかるよ。でもあいにくここは完全なオンロードだよ。オフロードタイプのジャミンには不利じゃないのかい。今のジャミンのリズムならどんな道も関係ない、心配無用だぜ。そうか、ま何にしても手を抜くつもりはないけどね。全力で行かせてもらうよ、覚悟しな。オッケー、レーススタートだぜ。
ジャミン・サンドバースト同胞。いいぞジャミン、ここでも絶好調だぜ。バカな、私の BS ゼブラ、オンロード用の超高速セッティングなのに。だから言ったぜ、今日のジャミン、オンロードもオフロードも関係ない。どこでも最高の走り見せてくれるよ、イエーイ。完全なオンロードコース、グランプリ最下位チームだったお前、そしてパワーアップした BS ゼブラ。油断したつもりはなかったけど、どこかで甘さが出たんだろうね。乾杯だよ。いいレースだったぜ、ジャミンもきっと満足してる。そうかい。なんか意外な伏兵に負けちまった感じがするけど、まあしょうがないかな。でも今のお前ならひょっとしたらいいとこまで行くかもしれないね。サーキットで今の BS ゼブラをぶち抜くスピードなんてそうそう出るもんじゃないよ。いいとこじゃないよ、絶対優勝するぜ。ああ、私と同じように他の奴らをびっくりさせてやりな。はい、セーブね。どこにセーブする？オッケー。はい、セーブ完了。オッケー。でもあんまり無理しちゃダメよ。イエーイ！クールカリビアンズのピコか。お決まりな登場の仕方ぜよ。久しぶりだぜ、元気だったか？ああ、ワールドグランプリ以来だからな。あれから少しは早くなったかよ。もちろん、俺のジャミンはジャマイカナンバーワンね。それは前からだろぜよ。今も俺全然負けてないぜ。それもまあここにいるんだから当然だぜよ。俺たちグランプリが終わってからたくさん練習した。ジャミンもどんどん速くなった。もう誰にも負けないぜ。練習を積んだのは俺も同じぜよ。グランプリで悔しい思いをしたのはお前たちだけじゃないけど、俺だって誰にも負けるつもりはないぜよ。俺のジャミン、ここに来てからますますいいリズム。苦手なオンロードだって全然問題ない。このコースでも最高の走りをしてみせるぜ。お前がいくら最高の走りをしたところで俺のネイティブさんにはかなわないぜよ。レースを諦めなければ必ず勝利できる。俺はただジャミンを思いっきり走らせてやるだけ。そうすればジャミンきっと俺の期待に応えてくれる。悪いが先に進むのは俺ぜよ。覚悟する気に。オッケー、勝負だぜ。We'll be right back.
ったぜ。どういうことぜよ。別に何もしてないさ。俺はただ思いっきりジャミンを走らせてやっただけ。でも今日のジャミン、いつも以上にそれに応えてくれるよ。イエーイ。せめて俺とレースするときは応えてほしくなかったぜよ。しかしグランプリから何もいじってないマシンがそこまで速いのははっきり言って反則ぜよ。本当はお前のマシン、むちゃくちゃ能力高いんじゃないのかよ。イエーイ。ジャミン、リズムに乗れば誰にも負けないぜ。イエーイじゃないぜよ。リズムに乗られた方の身にもなってほしいぜよ。大丈夫、お前の分まで俺頑張るぜ。任しとけ。あまりに陽気すぎて負けた悲しみも倍増だぜよ。いやピコ、そうか、お前も参加していたのか。ここまで勝ち抜いてきたということは、また随分と腕を上げたようだな。もちろん、世界グランプリが終わってからも俺たくさん練習した。あの頃よりももっともっと速くなったぜ。そうか、それならいいレースが期待できそうだな。ジャミン、今とってもいいリズムで走ってる。今ならリョウ、お前にだって負けないぜ。悪いが、俺のトライダ側も今のところ絶好調なんでな。レースに勝つのは俺だピコ。ここはジャミンの得意なコース。このままリズムに乗って優勝まで行かせてもらうさ。トライダ側も山で鍛えたマシンだ。山岳コースは得意中の得意だぜ。ビクトリーズのみんなにはいろんなことを教えてもらった。特にリョウ、お前には本当に感謝してる。ピコ、ビクトリーズに会わなかったら世界グランプリも最後まで走れなかったかもしれない。最後まで諦めずに走り抜くことを教えてくれたビクトリーズ、俺たちの感謝の気持ちを証明するためにもこの勝負勝つぜリョウ。ああ、お前の気持ち受けてやる。勝負だピコ。
移動ジャミン。一段と腕を上げたみたいだな。ああ、でも俺がここまで速くなれたのはビクトリーズのおかげだよ。俺たち？そうさ、忘れたのかい？レースに勝つために最後まで一生懸命走り続けることを教えてくれたのはお前らビクトリーズだぜ。そうか、そうだったな。ジャミンも俺の気持ちに応えて頑張ってくれている。それにリョウ、お前に勝ててまた自信がついたよ。ああ、悔しいが今回は俺の負けだ。しかもその走りなら優勝だって夢じゃない。頑張れよ。言われなくてもそのつもりだよ。じゃあな、リョウ。借りは次のグランプリで返すからな。カリビアンズの、イエーイ、ピコね。久しぶりある。お前もここに来てたのか。うん、手紙で呼ばれたあるよ。俺も手紙で呼ばれた。チームのみんなも頑張れって応援してくれているある。俺もクールカリビアンズのみんな応援してくれてる。そうあるか。じゃあ似た者同士ある。イエーイ、似た者同士仲間だぜ。うん、仲間ある。でも勝負は別あるよ。分かってるぜ。本当はこういう他人を蹴落として進むレースはあまり好きじゃないある。でもチームのみんなに期待されている以上、僕はここで負けるわけにはいかないあるよ。それは俺も同じだぜ。この大会で俺自身も気づかなかったジャミンの凄さよく分かった。今のジャミンなら優勝だって夢じゃない。負けないぜ。勝負ある。オッケー、リズムに乗ってこのレースもいただきだぜ。
といいぞ、ジャミン。負けてしまったる。悪いけど、今日のジャミンは絶好調。相手がどんなに強敵でも負ける気がしないよ。確かにすごいやる。最高速のスコーピオンがかわされるなんて思ってなかったある。どんな秘密が隠されているあるか。秘密？秘密なんか何もないさ。俺はただジャミンを精一杯走らせただけ。難しいことなんて何にもないぜ。何にもないのにその速さあるか。僕もスコーピオンを精一杯走らせたつもりだったあるけど、今のような走りをされると僕もまだまだだと思ってしまうあるよ。乾杯ある。でもいいレースだった。またやろうぜ。うん、次は負けないある。僕ももっともっとスコーピオンと頑張ってみるあるよ。オッケー、イエーイ。はい、セーブね。どこにセーブする？オッケー。はい、セーブ完了。オッケー、それじゃあゲームを再開するわね。おお、ビクトリーズ。今はビクトリーズじゃないよ。それよりピコくんが次の相手かい？イエーイ、俺が相手ね。へえ、ピコくんがここまで勝ち進んでくるなんて。オフロードコースなんてほとんどなかったはずなのに。ジャミン、今日すごくいいリズム。俺まだ誰にも負けてないぜ。なるほど、ピコくんも世界グランプリの時とは一味違うってことか。油断できないな。このレース、俺が絶対優勝する。優勝のトロフィー、みんなのとこに持って帰る。だからこの勝負は絶対負けられないぜ。それは僕も同じことさ。エボリューションも今最高に調子がいい。それにここのコースは完全なオンロード。帰国には悪いけど、僕も負けるわけにはいかないよ。ジャミン、今最高にベストのリズム刻んでる。オンロードもオフロードも関係ないぜ。そう、手を抜くつもりなんてないけど、それなら安心だ。ピコ君の実力、この目で確かめさせてもらうよ。オッケー。ジャミンの力、グランプリの頃と一味違う。ジャミンの本当の走りを見せてあげるよ。うん、それじゃあ勝負だ。ピコ君、お互い悔いのないレースをしよう。オッケー。
バカな、グランプリの時と走りが違いすぎる。まるで別のマシンだ。一体ジャミンの速さにびっくりしたかい？うん、バカにしてたわけじゃないけど、正直びっくりしてる。見た感じ、内部構造も空力も以前と何も変わっていないように見えるし、新システムを装備していたとも思えない。だけどストレートもコーナーもエボリューションより確実に速かった。ジャミンパワーアップしたって言っても、本当は中身何にも変わってないよ。まさか。俺はジャミンにとって一番ベストなセッティングを見つけてやっただけさ。本当にそれだけなの？そうさ、レースに勝つために最後まで走り続ける。俺はお前らビクトリーズに教えてもらったことをしてるだけだよ。それでも今の走りはすごすぎるよ、ジャミン。本当は僕らが考えている以上にポテンシャルの高いマシンなのかもしれないね。そうかい。ならリズムに乗ってこのまま突っ走るぜ。イエーイ。はい、セーブね。どこにセーブする？オッケー。はい、セーブ完了。オッケー、それじゃあゲームを再開するわね。まで来たらそろそろ俺も油断は禁物だな。まあここまで勝ち上がってくるやつなんか大体想像つくけどな。ミハエル、ブレッド、カルロ、もしくはレッツアンキリョウ、あとはあれ、考えたら結構いっぱいいるな。まあいいぜ、誰が来たところでマグナムにかなうやつなんかいねえぜ。どっからでも来いってんだ。おー、ゴー。てピコ、何してんだ？何ってレースに決まってるじゃないの。え、お前もしかしてここまで勝ってきたの？イエーイ、勝ってきたぜ。嘘、マジで？嘘じゃないさ。お前もジャミンの速さ見たらびっくりするぜ。速いって言ったと、お前そんな簡単にここまで来られるもんでもねえだろう。ああ、でも今日のジャミン一味違う。他のレーサーもみんな驚いてたぜ。へえ、なんかものすげえ意外なやつが来たからびっくりしちまったけど、どうもハッタリってわけでもねえみてえだな。もちろん俺はゴー、お前とはきっと合うと思ってたよ。お前みたいに速いレーサーが途中で負けてるわけないからね。お、よく分かってんじゃねえか。俺はゴーの速さよく知ってる。もし以前の俺がここでお前と会ってたら絶対勝てないと思ってるはず。でも今は違うよ、ピコ。俺も強いやつ相手にここまで勝ってきた。たとえ相手がゴーでも今のジャミンなら勝てるはず。いいぜ、今までと違うってんなら見せてみな。俺とマグナムがきっちり見極めてやるぜ。オッケー、勝負だぜ、ゴー。
ったぜジャミーン。どうなってんだお前、そんな水陸両用車みたいななりしてトップスピードでビートマグナがかわしてっか。普通やっぱりゴーも驚いてるね。言ったろ、今日のジャミーンはリズムが違うのさ。リズムって、リズム良くなっただけでそこまで速くなったら異常だぞ。魔法でもかかってんじゃねえのか。そんなものかかってないよ。負けたのはまあんまよくっていうか全然よくねえんだけどよ。それにしてもその速さ、前回のグランプリの時から想像できねえぞ。もちろんグランプリが終わってから練習はしたさ。でもジャミン自体の性能はあの頃から何も変わってないよ。信じらんねえ、急に GP チップが頭良くなったのかな。理由はわからないけど、今日のジャミンまるで生きてるみたいに俺の気持ち分かってくれる。本当は俺だってびっくりしてるのさ。そりゃそうだろうな。でも本当にお前に勝たせてやりたくて頑張ってるのかもしれないぜそいつ。行こう。いいさ、負けてダダこねるのもかっこ悪いし、ちゃんと借りは返すからさ。せっかくここまで来たんだ、最後まで負けんなよピコ。ああ、俺もゴーとレースできてよかったぜ。上書きだけどいい？オッケー、はい、セーブ完了。オッケー、それじゃあゲームを再開するわね。正直ここまで来れるなんて思ってなかったよ。でもここまで来たら精一杯やるだけ。頼んだぜジャミン。決勝進出おめでとうピコ君。さてそれでは最後のステージへご案内しよう。イエーイ、腕が鳴るぜ。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。なんか不思議なとこだぜ。本当にこんなところでレースするのか。ようこそファイナルステージへ。大丈夫、誰が来たって平気さ。ようこそクールカリビアンズリーダーピコ。お前が手紙を送ってきたのか。さよう、我が名はボルゾイ。今回は諸君らの参加とても感謝しているぞ。まあそんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。そうかい、俺もジャミーを精一杯走らせられたから満足だぜ。そうか、ここまでのレースは楽しんでもらえたか。こちらも君たちのおかげで貴重な研究を進めることができた。今回の計画は成功だ。研究？いかに。今大会で得たお前たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究の名。何の研究だか知らないけど別に構わないぜそんなの。そうか、特にここまで残ったピコ君、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだよ。礼を言うぞ。仕上げ？そんなことよりレースはどうしたの？まだ決勝が残ってるよ。レース？そうだな、
では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇った君のマシンジャミン RG を破壊してな。なんだって？最強のマシンはこの世に1台だ。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。何言ってるの？ジャミンは俺の大事なマシン。そんなこと絶対させないよ。その元気がどこまでも持つか。では最終ステージを始めよう。決して君が勝利することのない最後のレース。そんなこと言われて黙ってられない。行くよジャミン、お前の力見せてやるんだ。これは意外だ。だな。意外じゃないよ。そんなマシンでジャミンに勝とうなんてどうかしてるよ。まあよい、こんなものは数ある我が研究の一部にしかすぎん。だがこれなら次はもう少し本気でやらねばいかんな。優勝おめでとうピコ君。せっかく頑張ってここまで来たのにこれじゃがっかりだよ。もう早く終わらせて。そうか。仕方がない。今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが。ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとしよう。なんだってやって。参加レーサー諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。ちょっと。
じゃ頑張っても本当に意味なかったよ。他のみんなも集まってる。ここでみんな壊すつもりなのか。大丈夫、どんなことがあってもお前だけは守ってみせるよ。行こう、ジャミー。
この島あったかい。俺、もう少しここにいるね。オールクリア、おめでとうございます。どこにセーブする？オッケー、はい、セーブ完了。どうもお疲れ様でした。シナリオモードはこれで最後ですけど、今後も引き続き他のモードでお楽しみくださいね。このゲームは司会進行新井美奈に、株式会社ジャレコの提供でお送りいたしました。